ヤッホー、ゴキブリ紳士みそじちゃんよ。まずはこちらの動画をご覧ください。冬休みの実験、ゴキブリを使って殺人を隠蔽しようこの手羽元を使っていくわ。毛と内臓はないけど、いざ死体を処理するってなった時に、一番苦戦しそうなのが骨だから、 まあ、この骨たっぷりの手羽元、実験には適してるんじゃないかしら。完全に、肉も骨も全部処理しきれるのかっていう、超ためになる実験をやっていくわ。文部科学省、激推しの動画になるに違いないわね。レッツ、ゴー大体、1時間放置してたんだけど、 なんか移動してないゴキブリの力ってすげえや。一日放置してみたんだけど、こんな感じね。肉はほとんどなくなったけど、骨と皮だけ残ってるっていう感じかしら。てなわけで今回の動画は終わりなんだけど、さっきのケースの中に今床材ぶち込んでおいたから、 さっきの骨の残骸、ちょっと1ヶ月ぐらい放置しておこうと思うわ。こんな感じで、ちょうど1ヶ月くらい前にあげた動画で、この画面に映っているセシックススポットローチちゃんたちを使って死体処理は可能かっていう動画をあげたのよね。でね、その時ね、肉とか皮は完全に処理できたんだけど、 骨がちょっと残っちゃって、もしも私が人を殺めちゃったとして、ゴキブリを使って死体を処理するとき、骨、一体どれぐらいの期間かければ処理できるんだろうってことで、一ヶ月間、鳥の骨、このケースの中に入れっぱなしにしておいたのよね。今日はその骨が一体どうなったのかを確認していくわ。発掘作業よ。 見て成虫よ相変わらずかっこいいわねこのずんぐりむっくりしたゴキブリが羽化してあのスタイリッシュなフォルムになるのマジ胸熱よねやっぱりゴキブリを飼育していて一番胸が熱くなる瞬間は幼虫から成虫の羽かねこれがあるからやめられない止まらないカルビーの薬物っていう感じよでね骨なんだけど一体どこ行っちゃったのかしらなくなったいや 見つけたじゃーん骨発見したわ。周りの肉とか皮とかは完全になくなってるけど、骨はこんな感じで綺麗な状態で残ってるから、結論、ゴキブリを使った死体の完全な隠蔽は 難しい。逆に、飼ってる動物。私で言うと、ヘビちゃんとか、カエルちゃんが死んじゃったら、この子たちを使って、骨格標本を作ることはできそうって感じね。ただ、こうやって見てるとね、骨をね、ついばんでたりはするから、やっぱり一年二年って、骨を入れて放置してたら、証拠隠滅はできるんじゃないかしら。まあ、 一年二年もかかっちゃったら警察に捕まってジ・エンドって感じだから人を殺しちゃった人はゴキブリを使うんじゃなくてなんか他の方法で証拠隠滅を図った方がいい気がするわねみんなもおすすめの死体処理方法があったらぜひコメントで教えてちょうだい私が過ちを犯してしまった時の参考にするわそれじゃあゴキブリ紳士のみんな良いゴキブリライフを